3月22日金曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コー,ーアップ。 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。えー、今週1週間、新行一華アナウンサーがお休みということで、日替わりでね、えー、各アナウンサーに手伝ってもらっておりますが、最終日、今朝はこの方です。おはようございます。日本放送アナウンサーの小永和歩です。そうなんです。小永君に今日は手伝ってもらうというね。お願いします。ね、いや、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、えー、この後8時まで生放送でお送りいたしますが、はい まあ本当ね、ね、えー、メジャーリーグのパドレスとドジャースの、うん、ま試合だったりとかその周辺だったりとかいろんなことがもう話題持ちきりというところなんですけれども昨日、おとといと日本総昇アープナイタースペシャルということで、はいえー、夜7時から、えー、生中継完全実況生中継でお送りいたしました、うん、で昨日もねあの2番、えー、指名打者で大谷さん出てきたというところで、はい、いや本当さやっぱその、うん 一平通訳の話があったりとか、うんね、メールもいろいろ来てますけれども、はい、昨日の「工事アップ」の中でニュース速報なんだか理解できずに耳を抜けてきましたと、えー、稲城市の若葉さん60歳の女性の方、えー、おそらく日本人が一番好きだったペア2人組だったと思いますこれから詳細が明らかになっていくと思いますがあまり知りたくない気もするんですよねとをいただいたりとかね、うんえー、確かに本当番組のまたエンディング直前ぐらいに速報が飛び込ん

えー、スポーツ新聞各紙、今日はこの話で、えー、一面からあ展開というところであります、まあ、この水原千君のね、話についてというのは、あるいはスポーツベッティングの話についてはですね、えー、後ほど7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで、はいね、詳しく、あのー、専門家の方ともですね、電話をつないでお届けしようと思っておりますが、まずはその昨日の、長かったね。 打ち合いましたね。たね両チーム。あれ <laughs> ね。ね。試合が長くて。<laughs> でもこれ、これは翌日の話題になるからやっぱり聞いとかなきゃなと思うともう荒川さんも実況が昨日う井川悠仁アナウンサーでしたが荒川さんも石井和さんも秋野さんももう最後へとへとになるぐらいの様子でありましたがちょっと振り返ってね試合振り返っていきたいと思うんですがドジャース、パドレス昨日の第2戦飯田さんからもありました通り大谷選手、初戦に続いて2番指名打者で先発出場しました。そして ドジャースの先発マウンドに上がったのがオリックスから移籍した山本由伸投手でした、うん、まずはメジャー1球目の実況をお聞きくださいさあまもなくゲームが始まります注目山本由伸のメジャーデビュー戦の初球です今プレーボール右バッターボックス1番セカンドザンダー・ボガーツが入って山本由伸背番号18番足だけで大胸慣た,を投げた打ちました97マイル入管間のボラン抜けたセンター前ヒットセンター前ヒット初球は97マイル 156キロのボールを投げ込んだんですが、やや外より、センター前のヒット、サいやー、いい音で、カーンと打たれたんだな、ね、投た瞬間、カーンという音、ね<ー>ね、97マイル、156キロのストレート、ー初球ね、打たれまして、ね<ー>ねで山本投手、なんと昨日パドレス打線に捕まって、うん、まさかの1回、5失点ノックアウトという、本<当>ね、日本のプロ野球ファンからしたら。 えうん、うん、山本がと。そうだよね。いね。衝撃も大きかったと思いますが。3年連続サムラ賞だぜうーそうなんですよね。まあメジャーのこう壁というものをね、感じたところではあったと思いますが。うんうん、まあしかしドジャースもその裏に大谷選手のライト前ヒットを足掛かりに1点を返して、2回の裏、うん、ワンアウト2塁3塁のチャンスで迎えた大谷選手第2打席でした。左バッターボックス大谷翔平開幕2戦目第2打席。ランナー3塁切塁のチャンス。第2球を投げた。 打ちました高く上がった、広がけどうか、ライト見上げてる、時期はどうか、こちらを向いた、とタアウト、ただ三塁ランナー、悠々、ホー向かいます、今、帰ってくるキャビン・ダックスがホームイン、大谷翔平、開幕から2戦目、今日も打線に負けました、ライペの犠牲フライス、これで5対2、5対2、パドレス相手に3点差に詰めました。 うん、泳いだバッティングだったんですが、はい、結構飛んでいって、っフェンスギアまで行くというパワーを感じましたがね。この犠牲フライで大谷選手打点を昨日もマークしました。はい、さらに第5打席では大谷対楽天から移籍したパドレス松井裕希との対戦。はい、初球一瞬でしたが、はい、こちらもライトフェンス手前まで運ぶ大きなライトフライでした。あれも上がり方、行ったかっていう感じのね。ねこう実況でも、お、いったかっていうのがありましたが、うん まあ、あと一歩及ばず、大谷のメジャー1号は、まだね、お預,お預けということにね、<ー>韓国では生まれませんでした。うん、大谷昨日は5打数の1安打1打点、韓国2試合10の3、2打点1盗塁、上場の成績を収めています。うん、試合は本当に両チーム打ち合いまして、うん、計23安打、26得点、はい、15対11。 パドレスが勝利を収めています。<ー>本当に長丁場で。ね,<え>ね。本当、十時を超えてというね。はい、ところでしたが。でも、これ、やっぱり、あの、大和忍投手もそうだけど、なんか。はい、あの、け。 結構各投手、これ、秋さんも、あと石井和さんも指摘してましたけど、マウンドが合わないのか何なのか、苦しんでますねっていう表現を結構使ってたよねなかなかこう普段やるマウンドではない韓国の場所っていうのもね、あったとは思うんですけどもね、ねまだまだ山本投手もね、こんなもんじゃないでしょうから。いや、そうだよね、ね試合後には早く切り替えたいっていう風にね、はい、アメリカに戻っての活躍をね、期待したいところであります。そしてこここでですね<い>この大谷 大谷選手を始めて日本人メジャーリーガーのことをもっと知りたい方のためにお知らせです。サンケイスポーツは臨時増刊号 MLB 2024を好評発売中です。ドジャースでの1年目を迎えた大谷翔平選手のキャンプオープン戦を詳しくお届け。うん、表紙を見ますと、はい、大谷選手の右斜め下から見上げるように写真。と顔アップ。ね、リシャのドジャーブルーのね、ね。 ブルーの大谷翔平選手のねキャップをかぶっていますこの大谷選手の表紙が目印、はい、さらには新天地での活躍を期す山本義信投手や今永翔太投手ら日本選手の情報や メジャー三十九団の名鑑や戦力分析など、うん、まさにメジャーのリテラシーも上げたいんだという方にも。お,<ー>おすすめの情報を網羅した一冊です。うん、価格税込み千五百円。一都三県のコンビニエンスストアと一部の主要書店で販売しています。<い>通信販売サンスポの e ショップかアマゾンで検索してください。そして今日は、うん、番組をお聞きの方の中から抽選で五名様に。このサンケイスポーツ臨時増刊号 M. L. B. 二千二十四。 プレゼントいいいたしします、はい、欲しいという方皆さん欲しいと思いますがタイトルに「サンケイスポーツプレゼント希望」タイトルに「サンケイスポーツプレゼント希望」とお書きの上本文に「郵便番号」「住所」 氏名、年齢、電話番号をお書きの上、メールでご応募ください。メールアドレス、コージーアットマーク 1242.com です。はい。えー、ぜひご応募いただければと思います。はい、なかなかね、読み物として本当、すごく充実してるなというね。で、全面カラーですからね。全面カラーだもんね。見やすい。ね、写真もたくさんついています。はい。キャンプの様子も全部載ってます。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩事の OK 工事アップ今朝のコメンテーターはテレビ東京解説委員でジャーナリストの山川達夫さんこの後6時半過ぎからご登場です、えー、まずは日経平均株価史上最高値更新について昨日もおそば上がっております、えー、そしてニュース7時またぎアメリカの株式市場、えー、主要産指数揃って過去最高,最高値更新ということであります、えー、足元ねあの経済 についてそしてこれからというところまあさらには日銀の政策決定マイナス金利解除というあたりも伺っていこうと思いますそして c 10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは今小永アナウンサーのニュースでもありましたドジャースの通訳水原一平氏解雇ということでこのまあスポーツベッティングに関与したであるとかあるいは お金を盗んだというようなことも出てきておりますけれどもこのあたり国際カジノ研究所の木曽隆所長とも電話をつなぎまして、えー、詳しくお話を伺ってまいりますでニュースプラス1 7時三十分ごろイスラエルがラファに侵攻へ中東情勢そしてここだけニューススクープアップのゾーンは生成 AI 時代の伝え方を考えるということで、えー、山川さん新刊が出ております半分にして話そうというね<お>本が出ていますがまあその伝え方であったりとか書き方だったりと とかえー、そういうところも聞いていきたいと思いますさあ,あこの後は8時まで生放送 OK 工事アップです この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村勤さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、現地21日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて269ドル24セント高い39,781ドル37セントへ取引を終えました。うん ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は三十二点四三ポイント上がって一万六千四百一点八四でした、えー。円相場は前の日よりも三十五銭ほど円安ドル高の一ドル百五十一円六十二銭付近で取引されています。はい。はい、えー。円相場ですけれども昨日の午前中東京時間の午前中は日銀の金融政策決定会合でしたりアメリカの FOMC を通過したということで調整ブ

また昨日はですね、はい、スイスやイギリスの中央銀行が金融政策会合を開催したんですけれども、はい、スイスは予想外の利下げ、そしてイギリス、BOE は政策権利こそ据え置いたんですけれども、はい、前回まで利上げを主張していた2名のメンバーが据え置きに転じていたということもあって、対欧州通貨で、 米ドル買いが強まった。まあそういったこともドル高の一因となっています。本日ですけれども円相、はいえー、場が昨年そして一昨年の安値となる151円90銭台に、えー、接近してきています、えー。この水準では日本政府日銀による円買い介入への警戒感も高まるため、はい、政府高官の発言にも注意していきたいところです。 そうですよね、まあ、定例で閣議のある金曜日ですから、その後に財務大臣なり、発言がおそらくはあるだろうということになると、その辺注目ですすねね、はい、そうです、ねあのーまあ、発言自体はほぼほぼ、この数字になると毎日出てくると思うんですけれども、あとは発言の内容、言葉の強さといったところで、介入への距離感というのを図って レートチェックとか、そんな言葉が出てくると、うんってなりますか <laughs> そうですね、はい、まだちょっとそこまでかなとは思うんですけれども、でも、あのー、152円に乗ってきたりすると、えー、動きが強まったりとかするのではないかなと思ってます分かりました、中村さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。 ここが気になるのコーナーナスタジオ、長官各紙が入ってまいりましたが今日の紙面はバラバラという感じです朝日は新生 AI という特集記事えバイデン氏の声10分で生成というね、えー、生成 AI、いろんなところにと、えー、それから読売は耐震強度・地域差見直し国交省ノット地震受け検討というニュース毎日新聞はガザ市民を拷問かというイスラエル中東情勢についてそして今、カート・キャンベルアメリカの国務副長官が来日しております ですけれども、その発言、日オーカス技術協力というのが出ております。で、気になる記事というかニュースなんですけれども、あのスポーツに絡んで、あのサッカーワールドカップの北朝鮮戦、平壌ンンでやるっていうのがこれが中止になったということで、まあ一応日本で。えー なんか悪性伝染病があ,あるんだというのが北朝鮮側の理由ではあるんですけれども他方ですね、えー、日本からはあの元々外務省の職員などが、えー、安全確保のために派遣されるというような話もあり、えー、そしてこのところお総理がかなり北朝鮮との対話に関して、えー、前のめりな発言を国会などでしていたなどなど水面下でいろんなことが起こっていたのがちょっと方向が変わったから 開催がなくなったのかとかいろんなことをですね、考えてしまうニュースではあります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー。今朝はテレビ東京解説委員でジャーナリスト山川達夫さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。お願いします。さあ、まずはあ日経平均史上最高値更新というニュース。いや、昨日もあげましたよね。 まあ、そろそろ少し調整が入ってもいいぐらいの頃かなとは思いますけど、まあ、調整が入った方がむしろ日経平均にとってもいいかなとは思いますけれどもあの、よく我々の世界で言うと、PER っていうあの用語があって、はい、これはの、一株の利益に対して、今、株価が何倍ぐらいつけてるかと、大体いい日本の場合は14倍から16倍ぐらいで推移することが多いんですけども、はい、17倍に今、近づいてきてるというところなので。 一回調整も入ってもいいぐらいかなただいずれにせよ、勢いがありますよねうんこれ、やっぱりね、その水準として、あのバブルの時と比較されますけど、まさにこの PR で見ると、あのバブルの時というのは、とんでもない数字だったらしいですね一時期ね、60倍ぐらいだったんですよ、当時は。逆に言うと 当時14倍から16倍ぐらいの水準だとすると、当時の30年前というのは、日経平均というのは1万円ぐらいが妥当な水準だったそうだったんで、すね、うん、それが4万円近かったんだから、あ<ー>まあ当時はバブルですよ、今はバブルじゃない。あこの PR から見ると、はいまあ、ある程度、しっかりとした評価になってると、はい、そう思います。うんで、まあ、調整を経てというところはあると思いますけれども、<laughs> これ。 地合いとして例えば1年2年長期で見るとやっぱり上がり上上がですかあのこれから順調にまたあのいわゆるあの期待するその予想される利益の水準が上がっていけばその業績の裏付けとともにです、ね、また株価が上がっていくということで。いずれにせよあの あんまりその、驚くような状況が生まれてるわけではないっていうことをみんなもうちょっとあの考えた方がいいと思うんですけども、まずはその30年前から比べたときに、ニューヨークダウっていうのは13倍ぐらいに上がっていて、で、ようやく、あの、日経平均の場合は当時を抜こうとしてるってことですよね。それから、我々ね、どうしてもちょっとそのパーセクションギャップみたいなのがあるんですけども、 日経平均も今4万円で、昨日の終値が800円上がったっていうことですから、はい、これ、要するに、わずか2上がってる話なんですよ確かに800円って見ると、おーってなるけど、うん、日経平均がね1万円の時に、800円上がったら8%、はい、で私、あのー、日本経済新聞社の証券部のデスクを15年前ぐらいやってたんですが。はい 当時はね、やっぱりもう1万円台の水準だったから、1日300円上がっただけで結構大騒ぎしてたんですよ。<ー>うん、でも、今よく考えてみると、まあ、800円上がったらすごいなって言うんだけども、まあ2、2%ですから、うん、まあ、あのー、もちろん調子がいいなって感じですけども、その驚くようなね、はい、話ではないと。 そっか、僕らなんか染みついた相場感として、やっぱ800円上がるっていうと、はい、その1万円とか1万円切ってる時代の感覚で、驚いちゃいますもんね、はい。いろんなところにね、そこのギャップがあって、例えば今、外国人が主導して、今、日経平均上げてるでしょ、はい、外国人はドルベースで見てるんですよ。うん、で、ドルベースで見てるときには、円安に今なってますから、はい、外国人から見たら今の上がり調子っていうのは、さほどのことではないんですよ。ああ<ー>、なるほど。 うんむしろ為替が動いちゃうから、<laughs> あれ、下がったみたいに見えちゃったりもすると <laughs> そうそうそうあの、まああの、基本的にドルがあの強いわけですから、うん、そういう意味では、日本円で上がったな、上がったなって言ってるけど、ドルベースで見てる彼らからすると、まあ、もちろんあの順調に上がってるんだけれども、いろ<ー>んな意味でね、日本人は、ね、ちょっと今の状況を。 異常なように見すぎだと思います。なるほど。その辺、為替だとか、あるいはアメリカの相場なども含めて、後ほどまたあ解説いただこうと思っております。えー、山川さん、今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ。まずはこちらのニュースです。アメリカ株式市場の主要産指数、揃って過去最高を更新。 20日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価、ナスダック総合指数、そして S&P500 の主要産指数は、終わり値でいずれも過去最高値を更新いたしました。21日の終わったばかりのニューヨーク株式市場も、ダウ、そしてナスダック、それぞれ上がっているということであります。FRB アメリカ連邦準備制度理事会の金融引き締め長期化への懸念が和らいで、幅広い業種が値上がりしたということであります。 ま、えー、ということでアメリカも金融政策決定のね、えー、会合が開かれたばかりってありますが、このアメリカ経済をどう見ていったらいいですか。まあ強いですよね。強い。あの伊沢、うん、さん今アメリカ人の住宅ローンの、はい、あの三十年固定ぐらいで金利ってどのぐらいだと思います。ええ三十年固定。うん、だから日本でいうところのフラット三十五みたいなもんですよねう。そうですそうです。 ええ、なんか5、5%だなんだみたいな金利の話してるから、6とか7ぐらいですかはい。 さすが、7%前後なんですあそんなに、うんね、日本で大体2%まで行かないですよ。行かないですよね、固定でもね。えー、7%でもね、借りて、住宅買っても得すると思ってる人たちですから、やっぱ強いですよ。<ー>強いっすよね。うん、だって、え、7%ってよくなんか70の法則とか言うじゃないですか。<laughs> 10年で2倍になっちゃったことでしょ <laughs> そ,うでそうです、そうです。<laughs> それでも借りるんですね。そのぐらい強気だということですよ。よね あのー、この金融政策との兼ね合いでいうと。はい あの、よくあの、この、今、アメリカはインフレ退治のために金利を引き上げてきたところなんですけども、これでよくあの、ハードランディングかソフトランディングかという言葉があって、ハードランディングというのは、金利を引き上げる過程でアメリカの景気を犠牲にする。犠牲にして物価退治をするということ。で、ソフトランディングは、まあ、景気をそれほど犠牲にせずに、あの、物価を軟着陸させるということなんですが、明らかにアメリカの場合は、ソフトランディングになってきている。まあ、もっと言うともう、 パーフェクトランディングに近いかもしれないですね。そのぐらい、ね、一時期はなんかインフレ率9%なんて言ってますけど、はい、これ、うまいこと、ここまではコントロールしてきたってことになるんですね。と思いますね。うんうん、あの、中にはノーランディングって言葉が実はこの世界ではあって、結局物価退治ができずに、<laughs> あのそのままねあの、終わってしまうっていう、あのいわゆるあの着陸できないという状況なんですけども、物価が高いままになっちゃう。で、抑えきれないという,というねで、これが心配されてきたんだけども、だいぶマイルドなところまで物価退治が進んできているので、今のところはもう絶妙な形でね、あのこの金融政策はやれてきているかなと。 思いますで、まあ、足元をね、一応その FRB も、あの、物価の目標は2%だというふうに言ってます。うん、まあ3、3%台からもう一息いくか、はい、あるいは人によっては、もう、 ねえ3%ぐらいが普通なんじゃないのみたいな人もいますけど、その辺の水準ってどうなんですかそうですね、あの2%が妥当なのか3、3%ぐらいでいいんじゃないかっていう話は今、出てますけれども、ーー足元の今のこの元気な状況というのは、あのこの FOMC の金融政策、この時にマーケットが心配したのは、まあ、大体年内3回ぐらいの利下げがあるだろうという、今、予想なんですね、はいで、それがやはり物価退治がまだままならないので、その利下げのペースがちょっと鈍るんじゃないかと。 そういう政策が今回出てくるんじゃないかということで心配されたんですがどうやら確認したところでまだまだ FRB はメインシナリオとしては年3回利下げをするっていうことが確認できたのでパッと今安心感が広がってで特にあの半導体だとかそういうあのデジタルのこっちの銘柄というのはよくあの金利敏感株っていうんですけれどもあのできるだけ金利が低い状態の方が業績が上がっていくっていうまあそういう銘柄なのでまあ、はい そこが今反応してあのアメリカの株価もいいとそういう状況になってますね。はい、えこれ半導体とかその敏感株っていうふうに言われるのはやっぱりそれだけお金借りる機会が多いとかそういうことなんですか うん。あの、それもあるんですけども、ちょっとそこは話を説明するとかなり難しくなるんですけども、あの、いろんなその将来、かなり利益が、あの、稼ぎが大きくなるっていうことをもとに、あの、いわゆるハイテク株っていうのは、あの、株価が形成されてるんですが、それの計算式がですね、金利が高くなると、将来稼ぐ、あの、お金っていうのが、ちょっと減るような計算式になるんですね。で、それでこう、テクニカルに、あの、ハイテク株っていうのは、金利が上がれば株価が下がる。金利が下がれば株価が上がるって。まあ、そういう、 の目柄になってますもうそういうなんとかセオリーが確立されてる部分があるんですか、はい、でそれともう連動して今、日経平均動いていて、日経平均構成してる中でも一番今、気を引き上げてるのは、よくエヌビディア三兄弟なんて言うんですけども、はい、まあこれは東京エレクトロン、それからアドバンテスト、それからあのソフトバンクがエヌビディアと近いですから、こういうところがどんどん引き上げてるわけです、ですからまあそこ全部、あのアメリカの金融政策と日経平均まで連動してる状況です。あー あそれでその主要産出、上がったんで、日経も上がりましたっていうのが、解説として出てくるわけですねそうですはそのあれですよね、構成銘柄の中で、結構比重もこの半導体株、大きい、ハイテク株でかいみたいなことも聞きますよねおっしゃる通りです、あの日経平均というのは、うん、225銘柄、はい、その中でも非常に株価が高いものが、寄与度が大きい。 というそういう状況なんですね、ですから、まあ、本当に先ほどの,あの株の話に戻ると、はい、こう日本が本当に回復したなっていうのは、もう一つ、トピックスっていう、これはあの東京証券取引所の,あのプライム市場にある銘柄、すべてのものをあの反映させてるものですけど、はい、こっちはまだ最高値を、あと数パーセントなんですけど、更新できてないんですね、<ー>こっちも更新すると、本物だなっていう感じはあります。日経平均ああくまでも銘柄入れ替えながらる程度こうあの成長力 僕のあるものに入ってきてます。そこが今最高値を更新しているという状況ですよね。うーん まあこのね、あの日経平均株価も含めて、そして日本の経済についても、指示をまたいでさまざま聞いていこうと思います。それこそ FOMC、アメリカの、ね、金融政策の話を中心に、この前半お話しいただきましたが、このあと、えー、後半戦は、じゃあ日銀のあの例のマイナス金利、はい <laughs> ね、あれもうね。 直前いろんな情報が飛び交いましたけれども、はい、それも含めて山川さんに聞いていきたいと思います。<laughs> さあ、ニュース七時またぎ前半戦はアメリカの株式相場について、まあ、あるいは足元の経済についてお話をいただいたところであります。で、じゃあ日本はというところで、えー、今週はね、あの、マイナス金利の解除というものが大きく報じられました。これどうご覧になります 私はあの、日銀の上田総裁は、前任の黒田総裁がやった金融緩和の中の、まあ、異次元と呼ばれてる後半にこうやってきたものについて言うと、まあちょっと強い言葉で言えば、やっぱり異常だというふうに思ってらっしゃったのかなと。で、それを正常化する。 はい、ということの第一歩を踏み出したのかなというふうに思っていますねあの皆さん、今回のことをすごく、まあ、やれ利上げが始まったとかね、それからあの金融引き締めが始まったみたいな見方をするんですけども、まあ、あくまでもこれは正常化で、はい、でしかも。あの そこがね、しっかり見ていただきたいんですけども、これほとんどもう実態として日銀がやってなかったものを今回はやりませんよと言ったに過ぎないんですよ。なぜかというと、マイナス金利って大騒ぎしてるけども、はい、マイナス金利を負担してる今金融機関って、もう地銀の一部だけだったんですよ。メガバンクも関係なかった。 それを今回は解除しますそれからイールドカーブコントロール、はい、金利のこう長短の金利を操作するもう日銀やってませんでしたうん、うん、それから ETF これ上場投資信託それからリートですね、はい、不動産投資信託これを日銀が大量に買い入れる。 これももう、あの、リートはもう、2年前ぐらいからやってなかったですし、うん、ETF の買い入れもほとんどやってなかった。つまり、今回もうすでにやってなかったこと、うん、ほとんど実態がないものを、もうやりませんと言ったにすぎないんですよ。おお現状追認みたいなもんですかおっしゃる通りです。うん、で、このことごとく、今回やめますって言ったものっていうのは、上田総裁は、おそらく、これはほとんど金融緩和の効き目はあんまりない、実態がない。 上に余計にどちらかと,いうと副作用の方が大きいというような考えをもともと持ってらっしゃって、どこかのタイミングでこれをやらなきゃいけないと。で、じわ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 、もう実体としてないものにしていって、で、タイミングを見計らって、ここだっていうのが今回のその春闘の結果ですよ。これで5%超というね、こういうあの大幅な賃上げになるって、このタイミングを見計らって、今までもやめてきたものを全部揃えて、 はい、やめますって言ったって。これが、ま、今回の私は、あの、実態じゃないかなと思います。うん。これね、4月か3月かみたいなこと言われてましたけれども、うん、やっぱ、は早きり早い方がいいやって感じになったんですか あの、悩んでらっしゃったと思うんですけども、えー、やっぱり最後は背中を押したのは春闘の結果だと思います。あれが、だいあの、市場の予想が3.8%ぐらいの今回賃上げ率になるだろうと。それが第一次回答で5%をはるかに超えましたから、はい、まあこれを見て、やっぱりこのタイミングを逃すべきじゃないというふうに考えてらっしゃったんだと思います。ただ、一方で、はい、じゃあ、あの、今、会見で言ってるほど、 今、足元よくあの、いわゆる賃上げを伴った好循環のこの2%程度のインフレって言ってますよね。ここに対して、じゃあ、本当に日銀のメンバーも、上田総裁も含めて、確信を持ってらっしゃるかっていうと、そこまでの自信は持ってらっしゃらないと思います。えー、お、えー、どっかで、やっぱそれはあれですか、まあ、大企業中心には5%って数ぐがダーンって出ましたけど、うん、 中小企業どうなんだろうね。とかそういうところですか、はい。おっしゃる通りです。それはまあ1つですね。大企業あの春闘って言いますけども。あの、えー、従業員 100, 100人未満の中小企業で。 あの労働組合に入ってらっしゃる人の比率というのは一パーセントに満たないんですよ。あ、そんなに少ないですね。百、はい、人に一人もいないということです。ですからあの、中小企業で働いてらっしゃる方からすると、春闘で五パーセントとかって言ってはほとんど関係ない話。で、うん、非正規社員の方も四割ぐらいいらっしゃるので、はい、そういう人たちまでどこまで浸透するか。で、一方で今実質賃金というまあいわゆる物価を勘案した、はい、あの賃金上昇というのはずっとマイナスが続いてますから、これが年後半どこか。 でプラスになるかとかと、まあ、いくつか日銀が重視しているあのテーマなりデータがあるんですが、まあ、それが全部揃っていいなということになると、まあ、本当の意味で今は正常化ですけどここからもう一つ利上げに持っていくっていうことを実際考えるってことと。 意外にみんなマーケットが少しまだあの安心したってるんですけども、日銀の内部では利上げよりも今国債を大量に保有している状況でどん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 積み上がってるんですが、はい、この累積の国債の保有額っていうのを減らすっていう、まあこれあの、いわゆる量的緩和から量的引き締めってあの言うんですけども、はい、こっちの議論がちょっと始まってるんでね。<ー>このあたりはこれからのデータ次第ですけども、はいあの どどういうふうに日銀がそこをハンドリングするかっていうのが注目だと思います。うん。これね、あ一応今回出たその政策決定会合の後に出たペーパーの中では、だいたい年6兆円ぐらい今買ってるよ。ってで、はい、これを当面は維持するんだという話でしたけど、はい、じゃあそこを今度売り時を探していくってことになるんですか。おっしゃるとです当然今はマーケット落ち着かせたいですから、この今年あの月 6, 6兆円ぐらいのものっていうのずっとこうあの。 買っていってね、あの、いわゆる国債の保有額と維持するあ。場合によっては、金利が急上昇した時には、国債はさらに買いますっていうことを今回言った。これは、あくまでもそういう行動を取りますよ、金融緩和は続きますよっていうメッセージなんですけども、意外に、あの、腹の内ではですね、そういう急激な金利上昇はもう起きないと思ってるんで。 日銀側はですね、どちらかというと、先ほどの話につながりますけども、やっぱり国債の保有、全体の国債の量の半分以上、今、日銀が保有してるってことは、はい、これは異常値であって、副作用の方が大きいっていうふうに上田総裁は思ってらっしゃるはずなんですね。ですから、そこについて言うと、まあ、これからの,あの物価だとか雇用だとか、景気次第ですけども、はい、どこかのタイミングでこの保有額を減らすというのを、 もしかしたら年後半、これが一番大きなテーマになる可能性がありますうん、そういう,こう報道があったりなんかして、売るぞっていうふうになると、まあ、当然、国債の価格は下がる、はい、金利が上がるということになると。はいはい でそうすると相場的にはちょっと円高の方に触れていくってことになるんですかね、うん、あのそれもありますしあの今までの今回のマイナス金利の解除に比べるとちょっと大きいですね、イン,インパクトが大きいマーケットとして、まあ、今日はあの日経新聞の一面の頭もそういう記事になってますが世界的にこの国債を大量に保有しているものをどのぐらい、どのタイミングで減らしていくかというのが今テーマになってますがこれは非常にマーケットに与える影響は大きいですね。はい えー、ニュースシ時またでした。お知らせを挟んで交通情報です。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。ドジャースが大谷翔平選手の通訳、水原一平氏を解雇、違法賭博に関与した可能性。 アメリカメジャーリーグのドジャースは大谷翔平選手の通訳を務めた水原一平氏を解雇したことを明らかにしました。アメリカの複数のメディアは水原氏が違法賭博に関与したなどと報じておりますが、球団は解雇の理由については明らかにしておりません。えー、地元のロサンゼルスタイムスが、あ水原氏は、 連邦捜査の対象となっている違法なブックメーカーと呼ばれる掛け屋で掛けるために大谷選手の資金を大規模に盗んだとこういうふうにしている。まあこれ一方が入ってきたのが昨日のまあ日本時間朝。はい。で、そこからね、もう騒然としましたよね、はい。もう本当にショックですね。うん、あの、まあ熱烈な大谷選手の一ファンとしては、はい、まあこの先の展開として、ええ 大谷選手の出場停止、ええ、みたいな影響、ええ、そっち側にあの行かないように、ただただ、まず祈るのみですさあ、ここで,です、ねまあ、このスポーツベッティングなどにも精通されていらっしゃいます、国際カジノ研究所の木曽隆所長とつないでお話伺ってまいりまますすさんおおはよようございいいろししく願たます。 まず、この水原氏があもうやっていたというスポーツベッティング、この規制についてなんですけれども、これ、あのー、州によってその違法、適法が違うというような報道があります、これ、一体どういうことなんでしょうか。 アメリカは連邦国家なので、各州に、え、賭博の種類につ、各種類の合法、非合法を決める権利っていうのがあるんですが、はい。実は2018年まで、ええー、連邦政府側の法律で、各州がスポーツベッド、スポーツを対象に賭けをすることを禁ずる法律っていうのがあったんですね。はい。 それが2018年の連邦裁判所の判断によって違憲判決っていうのが出まして、はい、それ以降アメリカ国内で一気に各州がスポーツベッティングを合法化するというような流れになりました。で、今回問題になったのはドジャーズなんですが、はい、ドジャーズが本拠地を置くカリフォルニア州っていうのは、全、はい、米の中では数少ない、えー スポーツベッティングを合法化していない州なんですねう現行50州中38州がすでに合法化してるんですが、はい、カリフォルニア州は合法化していないのでその州の中で違法なスポーツベッティングに対する捜査が行われており、はい、その中で 今回大谷翔平選手の名前が出てきたというようよな感じですね<ー>ちなみに、はい、カリフォルニア州のお隣のネバダ州なんかはもう車で5時間ぐらいですけど、はい、5時間走ったらもう合法らの地域には到達できるような、はい、そんな環境ではあります。ってことは仮になんですけれどもこの水原氏がじゃあネバダまで行ってかけてたらこの事件っていうのは事件にもなってないってことなんですか そうですね。LA からラスベガスまで本当に5時間ぐらいで車で走ればすぐに到達できるので。はい。まあそういう意味ではなんでこそんな安易に違法な賭博に手を染めることになったのかなというようなお話なんですね。なるほど。で、この、あの、スポーツ。 呃、吐爆に関して、まあ特にね、あの、野球賭博だとメジャーだとピートロズ、氏の話など、まあね、場合によっては野球追放なんていうところまで、あの、早期されますけれども、この辺、やっぱり規定の中で、えー、近づいちゃダメだよっていうのはあるんですよね。 そうですね。日本でも、まあ、かつてというか、もう最近においても、はい、えー、違法突破グの事件っていうのがありましたね。日本のプロ野球でも野球協定、えー、約っていうルールの中に、はいえー 賭博に関与するなっていうね、ルールがあるんですね。で、それと同様なものが、メジャーリーグベースボール、MLB の中にも当然あって、ルール21って21というふうに呼ばれるルールなんですが、はい、まあそのルールは対象としては選手、そして審判、クラブチームやリーグの職員ということで、まあ、今回の水原通訳も職員なので、その中に含まれるわけですが、はい、そういう方々に対して、え一つ目が、 野球に関する賭博そのものに関与しちゃいけないというルールがあります。はい、で、次にその中でも自分、はい、自分のチームへの、えー、賭博に関してはさらに厳しい、はいえー、処分を,を え、適用するというような規定があって、まあ、そこに、そこに抵触すると永久追放まであるっていうような感じですね。そして3番目が、野球に関わらず、はい、もしくは自分チームの試合にかかわらず、スポーツ全般に対する違法な賭博、うん、これは違法なものに限るんですけども、うん、違法な賭博に関与した場合には、コミッショナー権限によって、まあ、判断、判断次第では何かしらの、 えー、制裁措置があるというような、この、こういった3つの、えー、ルールっていうものがあって、はい、まあ今回に関しては、いずれかに抵触する可能性があるということで問題になってるってことですね。うーん、これ、あのー、合法、違法で分けてるっていうのは、違法賭博の場合はよりダークだとか、そういうことなんですか そうですねよりダークだ,だっていうのもありますし、もっと言うと、違法賭博の場合は、その先に八百長問題につながることが多なので、まええ、なので、違法に関しては、より強い制裁措置っていうものを持ってたりっていうか感じになりますねうんそうすると、近づいたりすることだけでも、このゲーム全体に対する信頼みたいなものまで関わってくるからだってことですか。 おっしゃる通りですね。あの、討伐の業界では信用失墜行為というふうに呼ばれるんですが、八王朝問題っていうのは結局究極的にはやったかやってないかっていうのは、を判別するのがすごく難しいんですね。はい、選手個人の話になってしまうので。なので、もうそこに関わって、そういう疑惑を持たせること自体がし、 リーグもしくはそのチームのプレーそのものの信用を失墜させてしまう行為であるということで、はい、そこに対してペナルティーを与えるっていうのは、まあ、スポーツ全般多くの世界で、うんえー、採用されているスタジオにはあテレビ東京解説委員一つお聞きしたいのはやっぱり一番知りたいのは、まあ、仮にこの先の展開で大谷さんがこの水原さんのものを、まあ 何か借金を支えたとして、その時違法性を認識していたか、えー、知らずにただ借金を支えたっていう形なのかってとこは問われるんじゃないかなと思うんですが、仮に事前にこの水原さんの行為の違法性を認識していたとする場合、大谷選手にはどのぐらいの処分が下る可能性があるんですかね とあるとすると、まだ野球にかけたかどうかに関しては全く情報がないので、これ分からないんですよ。現行において。なので、違法賭博であるってことは,じは事実なので、そうすると3つ目のルールに抵触するって形ので、コミッションな判断でということにはなりますね。ここに関しては明確な処分内容っていうのが定められてないので、かなり幅があると考えるべきだと思います、はい。あ これ、まあ、水原氏の証言はかなり二点三点していたりもしますけれども、その辺もこのルール21との見合いというか、その辺を意識しているものなんですかね。 そうですね。当初、一番最初に出た報道では、はいえー、通訳さん自身は大谷選手に明確に肩代わりしてもらったと。<ー>しかも大谷選手自体が PC を操作をして、自分の口座から、えー、その違法賭博業者のアカウントに送金をしたんだということを明確にコメントをしてます。これはメディアの,のインタビューに答えてるのが残ってるんですね。はい、ところが、その後ですね、うん、今度は大谷選手のオフィシャルの弁護士サイドから声明が出て、はい いや、これは、えー、通訳による大規模窃盗事件なんだというような発表があって、<ー>まあその証言が覆るわけですね。の後に今度は通訳さん自身も、いや、実は大谷自身は何も知らないんだっていうふうに自分、自分自身の前のコメントを翻すような え、発表をし始めていて。うんはい、かなり二点三点している状況ですね。これらは基本的には、やはり、線に出たような MLB のルールそのものに対して、大谷選手が抵触しないように守るための、いろんな変遷なんだと私は思いますけどね。うーん。しかし、それを捜査当局は、いや、変わってるじゃないのって突っ込みますよね。こう、そうなるとね。 そうなんですよね。そもそもこの問題が発覚をしたのは、はい、アメリカの FBI の捜査が、えー、ロサンゼルスの違法賭博の捜査があって、<ー>その捜査線上に大谷選手の銀行口座から、えー、振り込みが行われてると業者に向かってっていう事実が判明したところからスタートしてるんですね。なので、警察側の視点で見ると、まず最初に疑うのは、当然大谷選手が何かしらの関与をしてるよねっていうところからスタートしてるんですよ。ええええええ。 なるほど。に対して、えー、周りの人たちが、いや、俺がやったんだというふうにと、最初に、えーはい、通訳さんが、まず最初に大きくインタビューで答え、<ー>で、その後弁護士サイドが、通訳の窃盗なんだというふうに答えというような形で、まあ、要は大谷さんに疑惑が向かないように、積極的に、はいえー、周りが自分がやったんだ、もしくは窃盗事件なんだというように、情報発信をし始めたのが、報道に現在載ってるっていう感じなんですね。なるほど これだから、窃盗って言っとかないと、大谷が捜査したなんて言うと、関与がってことになっちゃうから、こうなってるのかもしれないわけですね。そうですね。真実はわからないんですけど、うん、ま,だまだまだ。まだまだ。いや、でも、もう本当、こういった説明を聞くと、何かね、現実のものというよりも、なんかのサスペンスみたいに思えてしまうんですが、うん、いや、ただね、あのー、協約等々も分かりやすく説明していただきまして、ヒトさんどうもありがとうございました。 またあのいろいろ教えていただければと思いますので引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますどうもありがとうございましたはい失礼します失礼しますえー、スポーツベッティングにも詳しい国際カジノ研究所木曽隆所長に伺いました以上全国のラジオ局を結んでお届けいたしましたおはようニュースネットワークでしたではニュースプラスワン取り上げるのはこちらですイスラエルがラファに侵攻へ イスラエルのネタニヤフ首相の側近デルメル戦略問題担当相は21日アメリカを含む全世界が反対しても最終的にパレスチナ自治区ガザ南部ラファに侵攻しイスラム組織ハマスを打倒するだろうと発言しましたえー我々はこの責務を完遂すると21日に投稿されたアメリカのポッドキャストで明言をしたということだそうですいやもうなんか ねええー、何が何でもという感じになってますがそうです、ね、あの思い起こせば、ねはい、最初イスラエルは、いわゆるあの関係のないあの避難民の人たちにこのガザ地区の南部、はい、南半分に避難してくださいと。北部を あの攻撃するからとあのテロ対峙をするためにね、はい、ところが今、このラファというのは、ええ、これ、ガザ地区の中の一番南の端で、もうエジプトとの国境沿いですよね。はい、ということは、ちょっと比喩表現としてはあの残酷かもしれませんが、イスラエルがやろうとしていることって、もうところてんですよね、ずっと押し込んでいって、どこにも住む場所がない状態まで今、押し込んでるということで、これが意図するところは、結局、イスラエルのネタニヤフ政権が何を狙ってるかというと、もうこのガザ地区、 ここを亡き者にして、もう結局、その自分たちイスラエルのものにする、占領するということを結局は考えてたんだなということがわかりますよね。ああ、パレスチナ自治政府であったりとか、うん、そういった、まあ、あの、二国家共存体制ではないんだと。はい そうですねあのネタニヤフ政権というのは、まあ、よく言われているように、まあ、汚職の問題があったり、まあ、そもそもハマスのテロを許したということで、相当責められていて、はいで、この戦争が終わってしまうと、おそらく政権として追われてしまう、で今、何とかしてその、いわゆる戦時体制ということで、極右の政党と組んで、連立政権を組んでいる状態なわけですねで、その極右の政党というのは、もうこのイスラエルをどん,どんどんどん広げていくと、入植地を広げていくということを考えている思想の、 を持ってますから、はい、まあそこに乗っかっちゃってる状態なわけですよね。ですから、本人自身のいす。あのネタニヤフさんはもう自分のその存命をもう考えた上で、もうこういうことをやってるですから、普通で考えれば。 まあこれだけの状況、まあ、つまりあのまあ今ガザ地区の方のそちらの,そのパレスチナの,その死亡者というのがもう3万人を超えたと言われているでイスラエルの方は今千数百人と言われています、まあ、この比率はよく言われるんですけども歴史的にここまで さすがにテロ行為に対する反抗だとしても、もう認められないレベルまで来てるわけですね。でアメリカがもう普通は止めるんですよ、このタイミングで。で、アメリカがこれだけ止めようとしていても止まらないというのは、相当ネタニヤフ氏自身の今の置かれてる環境が影響していると思います。うん今ねテロ行為の反 こうというのがありました。もともとはその10月、去年の10月に、まあ、ハマスが、戦闘員ではない、まあ,あ、普通の一般の市民に対して、えー、テロ攻撃があったというところから、まあ、その当時はだから国際社会も、いや、これはいくらなんだってひどいよねと、はい、イスラエルには反撃の権利があるというようなね、声明もありましたけども、だいぶ変わりましたね。うん まあそこが一番こう大義名分になってるわけですよね、大義名分でそのテロとの戦いというのをイスラエル側は押し通してるんですけども、はいでまあ、国際法上も,、ね、もうここまで来ると、とても認められる行為ではありませんし、まあ、今、ブリンケン国務長官がもう6回目ですかね、中東に行って、また説得してますけども、はい、やどう見ても、バイデン政権というのが、 やっぱ強くない。うん、あの、話せばわかるだろうっていうような外交はやるんだけれども、はい、それがイスラエルの政権に対してもプレッシャーがかかってない。まあ、これはあの、ロシアに対しても、どこに対してもそうなんですけども、はい、いやそう、ちょっとそ、ある意味での、あの、いい意味での恐怖心というものがないばかりに、今のところ止まってないというところですから、うん、まあ、この局面、もし変わるとすると、まあ、一つは、まあ、よくもしとらと言いますけども、はい、仮にトランプ政権になった場合には、 ああ、いろいろ動き出す。うん、そういう可能性はあるかなとは思います。うん。まあ、トランプ氏もそうですし、あるいはそのね、あの、娘向こうの方は非常にネタニヤフ氏と個人的にも親しいという話もあったりしますね。そうですね。クシュナー氏ですね。いや、はい、あの、イバンカ、あの、ね、娘さんの、はい、あの、旦那さんですけども、はい、彼がアブラハム合意というものね。まあ、これはあの、簡単に言うとイスラエルと UAE の国交を正常化したということなんですけども、はい、基本的に、 何をあのトランプ政権というか、シュナしがやりたいかというと、イスラエルの存在を中東の中でどん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 認めさせたいわけです。中中東の中でもいろんな状況があって えー、イスラエルと国境を接しているところっていうのは、パレスチナ人に対するシンパシーすごい強いんです、うん、ところが、ちょっと離れているサウジだとか、はい、あのー、まあ、UAE もそうですけど、e そ,ううん、そういうところっていうのはそこまでではないんですよ。で、そういうとこ、特に今、そのイスラエルとサウジが国境を正常化して、少し、はい、あの距離を縮めるかどうかというのは一番ポイントになってますので、まあ、おそらく仮にトランプ政権になった場合というのは、まあ、かなり、あの、 パレスチナ人には本当にかわいそうですけども、ちょっと犠牲にするような形で、ただし、今のバイデン政権よりは何かこう停戦の方向に持っていく。つまりサウジだとか UAE だとかいろんなものを巻き込んでですね、はい、あの、イスラエルにも多少優位な形で、あの、停戦には持っていくという可能性はあります。なるほど。えー、イスラエルがラファエに侵攻へ影響のニュースプラスワンでした。 さあ、ではこの時間はここだけニュース。スクープアップ生成 AI 時代の伝え方を考える。 まあ、ここのところはチャット GPT などに代表される生成 AI というものが広がっております。自分が伝えたいことの要素を入力すると瞬時に文章にしてくれるというものですが、この時間は山川さんの最新のご著書、半分にして話そうの中でも取り上げられているこの生成 AI 時代の伝え方について考えてまいります。 えー、日経 BP 社から取ります。半分にして話そう。副題、えー。話す、聞く、書く、伝え方の新常識。新はカタカナと。このカタカナの新に様々な意味も込められたと、えー、いうことでありますが、初めにのところにね、えー、そう、お書きになっていらっしゃいますけれども。本当、あのー、我々も勉強になるなというねい。そうですね。そうなんですよ。えー、<当>ありがとうございます。いや まず何よりも、あの、はい、ちょっと飯田さんを、あの、この本の中で取り上げさせていただいてるのでい。恐縮ね。<laughs> いや、ええ、恐縮。これ、本当,本当、本心からね、いろんな方見ている中で、ねあの、非常に聞く力、聞くスキルの高い方だなってずっと思って、おそらくこの番組のリスナーの方は皆さん、そう思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、あのね、聞くスキルって分解すると、あの、非常にまず、あの、共感力がある。 あの相手に対して共感力があってものすごく気持ちよく相手を話させるっていうのが一番大事なことなんですけどもそれがまず飯田さんにありますよそ、はい、うですかね。もう皆さんあの私の番組とねゲストがかぶってるけども本当に皆さんねあの気持ちよくこの飯田さんの番組で話してる話させられてる感じがするっていうのが。 一つと、まあ、この本に書いたのは、あのー、自分自身、飯田さんとた、とても勉強してらっしゃって、ほとんどは分かってらっしゃるんだけども、<や>ゲストが話をしてる最中に、やっぱり食い気味にならないで、であのー、自分の知識を引きらかさない。これ、すごくね、僕ら勉強しているところで。いやいや あのー、時々、飯田さんが口挟むときっていうのは、あれ、あの、ゲストの方が話してるところで、ちょっと説明が足りないで、不足してるなっていうところを少しだけリスナーの理解を、こう、促すためにね、ちょっとだけこう添えるじゃないですか。これ僕、すっごい大事なことで、なかなか僕にはできないんですよ。いやいやいや、そんなことないですよ。いや、そういうことを僕、あの、この、あの、聞くっていうパートではね、あの、はい、あのなんとかね、あの、全然、あの、許可も取らずに飯田さんを、ここに入れさせていただいて申し訳なかったでいや恐縮ですよ。いやこれ <laughs> これ本当あの、ねう、さっき打ち合わせのところで少し山川さんと話したんですけど、うん、あのうちの若手にも呼んでもらいたいなってすごく思って <laughs> 特にあの、ねえー、こテレビ出たりとかいう時に本番の時にこれあの帯にも書かれてますけどもしテレビやネット生放送に呼ばれたら台本は伏せましょう段取りを追おうとすると、はい、会話にならないっていうね。 番組もあの我々生放送直前にこうすごく台本じーっと見てる人いるんですよあの出演者の方で、はい、そういう時はね時々ねもう台本伏せてくださいってあのお願いしますね<ー>絶対その方がよくなるからっていうことであの特にテレビっていうのはあのよくメラビアンの法則ってあるんですけどもメラビアンの法則、はい、実はあの自分が言ってる内容言語情報よりもはるかに実は視聴者からするとあのいわゆる視覚的な情報その人の喋ってる喋ってる身振りだとか表情はい こっちの方から受けてる情報の方が強いのであの内容にすごくこだわるよりもちゃんとあの強い目線であの画面なりあの司会者を見て喋ってるその姿を見せてくださいという話します確かにそういえば、ね、視覚情報っていうのはもうそのイメージみたいなものがパッと決まっちゃいますもんね。はい あのそのメラビアンの法則聴覚情報っていうのもあってこのラジオまさにそうですけどもあの言語情報の内容よりもこの声色だとかそういうものの方が大事ってやっぱりそういうものと内容がマッチしないと相手っていうのはちゃんと受け取ってくれないってあの。よくあの 怒った表情して部下を褒めても全然褒められた気がしないとかね、はいうん、逆にあの笑いながらあの叱っても全然叱られた気になってないとかねあの必ずしも映像と内容がマッチしないと、はい、あの相手には伝わらないってこともまあ書いてますその辺も本当勉強になるしやっぱその表情みたいなものって っていうのが結構こう言葉としても伝わってるんだなっていうのはね。うん、ねだからあのー、ラジオに来られると皆さんびっくりするすけど、意外と動きながら喋ってるんですね。見振り手振り使ったりなんかして <laughs>、はい、ありますもんね。その方が自然体で、逆に言うとそれ見られないってないと思ってるから、余計にこう自然な素振りをやれていいこと喋れてるのかもしれないです。気持ちよくね、ラジオの方が。<laughs> で、ね、やっぱ、あの、ある程度時間を取って、我々は、ラジオはやることができるんで、まあ、その辺は、そのね、山川さんがやってらっしゃる、特に BS の番組とかと似たようなところあるかもしれないですけど、はい、そうですね。はい、うん。で、この AI についてっていうところもね、えー、まあ、最後の方の、えー、テーマとしてね、出てきます、第12章、生成 AI 時代の伝え方というふうにタイトルが、えー、書かれてありますけれども、まあ、これ、やっぱりにしても、 あるいはこう喋る方も今は生成でできてしまうという部分が音声もありますが変わってくるとといううことがありますかそうですかそでねあのちょっと期待している部分と心配している部分があるんですけどもこれ生成 AI というのはいろんな仕事の効率を、ね、上げる上で積極的に使っていいと思うんですけどちょっと踊らされないようにしないとで私、一番心配しているのは、はい、あの生成 AI に頼りすぎると話し言葉がだんだん。 たどじゃないかなと思ってるんですよで子供の頃からわれわれ読み書きセットでいろんな勉強してきてるわけですね、ではい、生成 AI っていうのは、何か伝えたいことを、要素を投げ込むと、あとはそれを文章にしてくれるわけですよ。ということは、われわれの思考の中で、いろんなこう要素があるものをどう論理立ててね、構成して、つかみを考えて、話をするかとか、ものを書くかっていうことを、そこ、頭の中でいろいろ反してるんだけども、この反復練習をサボるってことですよね。生成 AI に頼り 頼りすぎるというのはね、はい、そうすると書くときはまだいいですよあの時間があるから、ええ、でも話す時も同じことを実は瞬間的に考えてるわけですよ要素論理的にどう話そうかって順番を、はい、でその訓練が足りなくなるので今度は話し方がねだん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 おかしくなっていくんじゃないかなと僕はそれを心配してます。あそそそれれってあでですかかか例えばのの助詞の使いいい方がおしとうう単語で 単語だけでこう。ポンポン喋っちゃうみたいな。はい、うん。私お腹空いたみたいな。<laughs> <あ>あの思いついたことを羅列していくっていうことはできるんだけれども、あ<ー>例えば、はい、まあツイッターでこう X であのつぶやくぐらいだったら、こう面白い情報を順番に並べていけばいいんだけれども、もうちょっとビジネス用語っていうのは、ちゃんとまず結論とか目的をまず伝えた上で、はい、そのための根拠を伝えて、さらにもう一回こう結論を言うとかね、そういうあのい,いくつかの,こうあのビジネス用語っていうの論理があるんで,すよでそういうものを全部生成 AI に投げちゃうと、はい、だ,んだ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 ん自分がただ思いついたことを次から次にしゃべる人に。 なっっててしまってお前って最終的に何が言いたいたんだとかね自分自身も喋ってて時々あ,のあれ自分って何を言おうとしてたんだっけと思う時あるじゃないですか、はい、あれになると思うんですよね。下手すると最初に言ってたこととおしまいで言うことが全くは真反対になってた。そうそうそう われわれ、あのたくさんの情報をどちらかとこう取材して収集する人間だから、喋りながらも次々に面白そうなことを思いつくじゃないですか。だん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 それ、次々とは喋ってしまいますよね。うん、そうするとだんだんこう最終的に何が言いたかったかというのははっきりしないという状況になりがちなので、繰り返しになりますが、生成 AI というのは積極的にどんどん活用すればいいと思うんだけども、そういう状況にならないように、特にわれわれ大人の世界は、ある程度訓練を受けた上で生成 AI をあの使うようになりましたけども、 はい。子供ですよね<ー>、うん。今すごく世界中に、あの、AI パソコン、これから出るんですよ。あの、専用キーが付くやつ。ポンとそこを押すと、もう生成 AI が全部使えるようになるっていう。これ今、パソコンメーカー、どこも今開発し始めてるんで、<ー>ここからね、始まった子供たちっていうのはね、 結構あの論理立てて物事を書いたり話したりするっていうのがちょっと弱まらないかなってそこ心配してます。うーん。そのための訓練みたいなものっていうのを特別にやらないととか、あるいはそのスキルが 収入を決めるみたいな世界になってくるんですかねうん。あの、いろんな人の評価もそこで決まってくるっていうことですよね。前も話しましたけども、AI に頼って何でも物事を書いたりね、あの、する人っていうのは、だったらもう AI を使えばいいわけで、その人を採用する必要ないわけですよね。はい、ですから今、いろんな形でその AI に依存しすぎてる人、特に若い人は、実はあの AI を使ってる職場の中で、ベテランがすごく輝いてるんですよ。 それはベテランほど自分でまずやった経験があることを AI に置き換えてるんで、AI が間違えたことについて発見できるんですよ。間違い発見が今ベテランの方が早くて、実は最初からもう AI に依存して仕事を始めちゃった若手の方が、AI の間違いを発見できないという現象が起きていて、至る所の職場で今そういう問題が起きてるんですよね。なるほどー。 結局はリテラシーだったりとかそこに帰結してくるかもしれない。よくあの AI の世界でシンギュラリティって言葉あるじゃないですか。ありますね。最終的に人間を AI が超えてしまうんじゃないか。はい、て全て置き換えちゃう<ー>、うん、よく言われるのは、この人間に追いつくって話なんだけど、僕は実は今 AI 依存になってくると、シンギュラリティってどうやって起こるかっていうと、人間の方がちょっと退化していって、<laughs> それで AI がこう上がっていって、どっかで交差するっていうね、こういう形もありうんじゃないかなっていうのを。 ちょっと考え始めてますうん人間のまあ今までの歴史はある意味の進化の歴史だったものが、はい、そこが変わっちゃうかもしれないとか、えー、いやこれはでも深い話ですねそうですねすごい、うん、僕もあのこれからライフワークにしたいなっていうテーマですうーん、えー、日経 VP からあー出ております話す聞く書く伝え方の新常識半分にして話そうえー、山川達夫さんの身長ぜひご覧いただければと思いますこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信して 詳しくは番組ホームページをご覧ください。